でもその、なんつうの、共通言語がすごいあるのは、うん、俺もすごいやりやすい。その、なんていうの、イラストレーターってさ、ソフトの機能を知ってないと分かんない例えとかさ、うんうん、例えばそのレイヤーっていう言葉一つとっても そうね、それがこうパッと、ああそういうことねっていうさ、こういう構造で作っていくってこと ね、 ねみたいな、そうね、そうそうそう、もうね、とかを一緒に作れる感じはやっぱね、すごい楽しい。だいたい、だいたい、なんつうの、一層だけのことが多いからさ、そうね、会話の内容もそうね、そうそうそう、だからそれが、なんかね、多層構造同士で一緒にアンサンブルしていく感覚っていうのが、うん、なんだろう、まあ聞いてどう聞こえてるかわかんないけど、やってる時になんかそれを感じられて一緒にアンサンブルできるから、うんうんうん、なんかね、俺はすごい、やりやすいっていうか、本当に俺もね、やってて面白いです。ああ、そう言ってもらって嬉しいですな、うん、なんかここはあえて引っ込んで歌ってるんだなとか、うんうんうん、その書き消すか書き消さないかギリギリの音量で叩いた方がいいんだろうなとか、なんかね、そういう、こうコミュニケーションがステージ上で取れるから、なんかね、面白いボーカリストなんですよ。あんま褒められないからすごいつって嬉しいな。いや、なんかね、美術的な感じがすごい。なのにこっちがタフにガーって言っても何でも歌えるっていうフィジカルも強いのかみたいな。自分のフィジカルやばいよね。確かに。いや、なんか昔はね、西池さんが最近三船は本当に強くなったねっていうことをなんか台湾の後に言われました。あ、なるほど。前だったらお腹を壊して絶望して終わりだったよ君はって怒られて、ね、ロットが僕を強くしました。それは俺もそうですね。